エコノミスト、エコノミスト、ザエコノミストは、イギリスの週刊新聞で、ロンドンに所在するエコノミストグループから発行されている。新聞ではあるが、外見は雑誌の定裁をとっている。日本の読売新聞と提携している。なお、毎日新聞社出版局が発行している、経済専門の週刊誌、エコノミストとは、資本、人材、提携の関係は、一切ない。 発行部数は約160万部2009年。その約半分を北米が占める。主に国際政治と経済を中心に扱い、科学技術、書評、芸術も迷子を取り上げる。政治、社会は地域ごとに記事を組んでおり、中国以外のアジア、中国、中東及びアフリカ、米国、米国以外のアメリカ大陸、英国以外のヨーロッパ、英国に分けている。 ビジネスと金融については地域を問わずに広く取材しており、日本の企業が取り上げられることも多い。また各州ごとに経済のある分野に関して詳細な調査分析を載せる。この雑誌は社会的地位の高い層をターゲットにしており、その中に官僚や大企業で経営に携わる人なども含まれる。発刊の歴史と鋭い分析からなる記事が、 情勢に与える影響が大きく、世界で最も重要な政治経済史の一つと、みなされている。購買力陛下の目安として、ビッグマック指数と呼ばれる、世界のマクドナルドでのビッグマックの価格指標を、載せている。さらに2004年1月から、スターバックスのトールサイズのラテを基準にした、ルラテ指数も加わった。本市は、 ジェームズ・ウィルソンによって1843年9月に創刊された。そこには明らかに穀物法の廃止を先導する目的があった。ロバート・ピールのトーリー党は1846年5月に破滅的な穀物法廃止案を押し通した。創刊当時、エコノミズムという言葉は財政保守主義と受け取られていた。現在でも保守形式として言及されることも多い。ただし、 これは、古典的自由主義、経済自由主義を標榜しているため、経済面においては、左派の権をする、市場原理主義、自由貿易やグローバリゼーションの用語や、労働組合の政治活動やアファーティブアクションに、対する批判を行う一方で、社会、人権面では、人種や、性差別に明確に反対するだけでなく、同性婚賛成、犯罪に対する、厳罰化反対、 移民自由化賛成、麻薬の合法化賛成、死刑制度廃止を支持するだけでなく、最低限の生活水準を保障する、社会保障には賛成を表明している。本市のサイトにおいて、その論調は、左でも右でもなく、極中であると述べている、ザイクストリームセンターイズザペーパー、S ヒストリカルポジション。例えば労働の政策としては、 解雇権の制限は雇用コストを上げ、逆に全体の失業率が上げると主張する一方で、解雇された失業者の生活を国が福祉で保障するべき、と主張する。この点では、政府の一切の介入に反対する新自由主義や、リバタリアニズムとも一線を期する。日はまた沈むや、日はまた昇るなど、日本経済の不沈に関する。 洞察力ある著作で知られる国際ジャーナリストのビル・エモットは1993年から2006年3月の引退までの13年間本誌の編集長を務めていた2009年4月1日のエイプリルフールに新しいテーマパークマジカル・マネタリー・ワールド・オブ・エッケナ・ランドを立ち上げると発表した2017年のイギリス議会総選挙では自由民主党を支持している 中道を歌っていながら、極端な市場原理主義、自由市場版農論、レッセフェールをエコノミズムとして正当化していることについては、長年批判されている。アイルランドのジャガイモ基金の際は、一切の食料援助に反対し、100万人の合死者を生み出す結果になった。カール・マルクスは、著書、ルイ・ボナ・パルトのブルメール18日、1852年、 におて、エコノミストをヨーロッパにおける金融貴族の機関士として批判している。近年では2003年のイラク戦争の開戦を支持、したが情勢が悪化するとドナルド・ラムズフェルド国防長官の辞任を求め2004年のアメリカ大統領選挙では民主党のジョン・ケリーを支持するな、日和民主義的なスタンスの一貫性のなさが批判されている。また、 実名記者のコラムや論説記事が中心の英米高級紙の中では異例の完全匿名スタンスを貫いており記事の中でも自らの主張を述べる際にもディスリベア、本誌はといった特殊な一章を用いる。しかし他国の特定の政治家や経済政策などを公然と批判するにもかかわらず社説や 記事の執筆者がすべて匿名であることについては長年批判がなされ続けている。ジャーナリストのマイケル・ルイスは匿名の理由を偉そうな記事を書いているのが実は何の経験もない無名の若造編集者ばかりだとバレるからであると揶揄している。カナダ人作家で国際ペンクラブ会長のジョンラル・ストンソールは著書論爆的な哲学辞典ザ・ダター・エス・コンパニオンにおいて 以下のように、エコノミストを通列に批判する。また、見えざる手や、比較優位といった、現代の読者に誤解されやすい古典派経済医学の、用語を解説なく使用し、しばしば記事の執筆者自身も意味を勘違いして、使用している場合がある。稀、ま、に、同一の記事が2つ存在する。iTunes のフロムザペーパー、2009年2月14日。 e c o n o m i s t c o m 上のオーディオセクション。2009年2月14日。はい。テックデンティストリステルモ。S フライヤー。2009年6月12日。インペルービング。サイエンティフィックパブリッシングハドルドマス。2009年7月12日。がこれに該当する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。